この動画では gandhi.net で登録したドメイン名を使用したメールボックスの作成方法とエイリアスの設定方法を説明します。 gandhi でドメイン名を登録すると、登録したドメイン名を使用して無料で2つのメールボックスを作成することができます。1つのメールボックスにつき3ギガのストレージがついています。それに加えて無制限のエイリアス設定とメールアドレス転送設定をすることができます。メールアドレスのエイリアス設定は転送設定と異なります。転送設定を使うと受信したメールを自動で任意のメールアドレスに転送することができます。転送先のメールアドレスは自分のドメイン名を使用したメールアドレスだけではなく Gmail などどのメールアドレスにでも転送することができます。一方、エイリアス設定はメールボックスを作成することに似ています。それではメールボックスの作成方法とエイリアスの設定方法をお見せしましょう。まず最初にドメイン名の管理画面に移動し、設定をしたいドメイン名を選んでください。その後、メールボックスと書かれたタブをクリックしてください。この画面でメールボックスが2つ作成できることを確認できます。作成ボタンをクリックして使用したいメールアドレスの名前を入力し、パスワードを入力して保存ボタンを押すとメールアドレスの作成が完了します。エイリアスを設定するには作成したメールボックスをクリックしてください。その後、エイリアスを管理をクリックしてください。エイリアスを入力する箇所にメールボックスの別名、つまりエイリアスを設定することができます。エイリアス設定数には制限がなく、ドメイン名一つにつきいくつでもエイリアスを追加することができます。それぞれの行が一つのエイリアスを表します。またワイルドカードの設定もできます。これらの4つのメールアドレスに送信されたメールはすべて同じメールボックスで受信することになります。エイリアス設定を使うことで、このメールボックスは仮想メールボックスとなります。メールボックスには1つにつき3ギガのストレージスペースがありますが、こういったエイリアスに送信されるメールは元になるメールアドレスで受信されることになり、受信先のメールボックスのストレージが使われます。もう一つ覚えておくべきことは、エイリアスを使用してメールを送信することはできないということです。メールを送信したい場合は作成した実際のメールボックスのメールアドレスを使用する必要があります。実際のメールボックスとエイリアスの設定名としては、自分の名前を使って実際のメールアドレスを作成して info、サポート、セールスなどグループ名を使ってエイリアス名を設定すると便利です。使用したいエイリアス名を入力した後に、エイリアスを更新と書かれたボタンをクリックしてください。その後、エイリアスが作成され実際に使用することができます。ご視聴いただきありがとうございました。 gandhi.net でドメイン名の登録とメールアドレス作成をお試しください。